ワンレグリバースブリッジを紹介していきます。今回のメニューは片足でレッグレイズのように動かすんですが、お腹をへこませる腹横筋をしっかり鍛えることができるんで、下腹ポッコリを引っ込めたい初級者の方にはぴったりなメニューです。たったの4回です。もうちょっとやりたいなって方のために、初級中級上級と3種目行っていきます。1セットではうまくできない可能性があるので、2セットずつ行っていきます。もし辛かったら動画を停止して休憩しながらやってもいいですので、最後まで頑張ってみてください。それでは行きましょう。効率的にお腹に効かすために、まず腰を伸ばしていきます。膝を曲げた状態で片足抱えましょう。15秒ずつストレッチしていきます。あと片足をぐーっと抱えて、まずは抱えている足の腰を伸ばしていきましょう。腰を床に押し付ける感じです。はい、反対いきましょう。両足で抱えると腰が突っ張ることがあるんで、片方ずつやるのもね、とても効果的です。はい、OK。 お腹を引っ込めるための呼吸を使っていきます。腰を床に押し付ける感じでお腹をぺたんこにしましょう。スタート。ぐーっとお腹をね、引っ込めていく感じです。そこに加えて息をふーっと長く吐いてください。腰ができるだけ床から離れないように押し付けてください。足を抱えたストレッチの時と同じイメージ、床に押し付ける。はい、 OK。 それではリバースブリッジ初級編からやっていきます。寝た状態で片足残します。片足を振り下ろしたら、足を上げるときにここで両足持ち上げます。片足残してここで持ち上げる。これを4回です。息を吐きながらやっていきます。いきましょう。スタート。1、片足残したまま腰が浮かないように、2、しっかり足抱えて、3、4、はい、 OK です。中級編は後ろに肘をついて行います。ここで同じように足を残して上げる、下げる、繰り返していきます。4回いきましょう。スタート。腰をしっかりかつけて、1、下腹が引っ込んでいきますよ。2、はい、 OK です。ラストは上級編、肘ではなく体を起こしたままで行っていきます。そして上げておく足を少し斜めにしておきましょう。ここでキープしたら上げる、ここに残したまま上げるっていう感じです。ずっと下腹が効いてる状態になります。4回いきましょう。しっかり体を起こして、スタート。1、2、3、し、OK です。今度はうつ伏せです。今使った下腹をしっかり伸ばしていきましょう。脇の下に手をついて上体を反らします。あと、できるだけ股関節が床につくように
手の位置を合わせてください。手を近すぎると体がね、こうやって浮いちゃう人は手を前に出してちゃんと股関節をつけてください。ラストは初めにやった腰のストレッチをやって終わりです。いきましょう。お腹と腰をね、腹筋メニューは使うんですが、どっちも弱くないとうまく使えませんので、しっかりね、やる前やった後ちゃんと元通りにして終わりましょう。で、反対足です。下腹気になる人は毎日やってください。グッドボタンとコメントで感想を教えてください。